車離れに歯止めをかけようと、 DeNA と損保ホールディングスは個人の間のカーシェアリングとマイカーのリース事業で合弁会社を設立すると発表しました。両社は合弁会社を2社立ち上げます。カーシェアリング事業を行う新しい会社は、これまで DeNA が運営してきたサービスを4月から引き継ぎます。またレンタカー用の車をユーザーが所有する駐車場で管理することなどの条件で、一定回数レンタカーを無料で利用できるサービスも始めます。またマイカーのリース事業を行う新しい会社は6月からサービス開始予定ということです。 DeNA と損保は車を保有する負担を軽減することで車離れに歯止めをかけたいとしています。